CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日の神谷宗平が聞くは、シンガポールでリクシーという会社を運営されております小林さんにお越しいただきました。小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、今までにない海外からのゲストということで、はいはい、まあ、当然日本人なんですが、はい、シンガポール人というわけではないんですが、はい、今日、本当にまさしく今日シンガポールから来られて、はい、夜にアメリカに立たれるということで、はい、まあ、本当に日本にいる数時間の滞在時間を利用して今日は番組に来ていただきましてありがとうございます。はい、いえ、こちらこそお招きいただきましてありがとうございます。まず小林さんの今の活動の概要というと変なんですけども、はい、自己紹介も兼ねてちょっとこんなことやってますっていうようなことをお話しいただけますでしょうか。はい、わかりました。今神谷さんからあったようにですね、ディクシーっていう会社をシンガポールでやってます。で、実はこの会社としていろんなものにこう手を出していてですね、何をやってる会社なんですかってこう言われると一つで答えられないんで、はい、まあ、ちょっと少し1分2分かけて話しますと、一番やりたいことはですね、デザイニングイノベーターっていうふうに称して、はい、まあ、この時代にが求めるようないろんな変革者をどんどん生み出したいなと。で、そのためにはいきなりもう明日からイノベーターになってくださいって言ってもですね、誰もなれないんで、はい、なんかまあ階段がいるだろうなと。で、階段の最初の一つ目はなんかイベントをしてこう心をこうくすぐって煽って気づかせるような。で、二つ目はなんかキャンプみたいなものをして、まあ起業家なのか、そのね、いろんな大きい会社の変革者なのか、それに育てるようなその短期キャンプをすると。で、最後3つ目はですね、仮に創業とか起業したんであれば、一緒にこう資本を入れて、まあ、共同創業者みたいな形で一緒にイノベーターになっていこうみたいな、そういう、まあ、3段階のステップをいろんなあの手この手を使ってやってる、はい、そんな会社ですね。なるほど。はい、まあ、今一応に分かりにくかったかもしれませんけど、まあ後でおいおい具体的な活動も聞いていきたいんですが、はいはい、その前に小林さんはもともと大阪の出身だというふうにお聞きしていましたが、そうですね。はい、どういう経緯でそういう今のことようなことをしようというふうな思いに至ったんでしょうか。はい、それもまたよく聞かれるんですけど、はい、なんかふつふつとやりたいことをやってる人生なんですよね。はい、なんかすごい大きな出会いがあってとかきっかけって思い返してみるとあんまりなくてですね、はい、内から出てくるやりたいことに向かってずっと突き進んでる形で、はい、で、まあ、大阪の枚方っていうところで生まれも育ちもずっと26年間そこにいまして、はい、でその後東京に出て、で最初コンサルタントの仕事をしてまして、10年ぐらい、まあ、日本主に日本企業の海外展開、中国行く、アメリカ行く、インド行くっていう、そういうのをいろいろ支援してまして、まあ、なかなか皆さんご存知の通りでうまくいってない、いっている企業が少ない現状を触れて、はい、やっぱりそれにもっと特化したフォーカスしたことをやりたいなと。で、加えて企業をやっててもその企業に入る手前の若者、学生、ひょっとしたら高校生、そんなどんどん若い方に降りていった方が、元から変えた方が早いんじゃないかというところで、はい、若い方に向けて仕掛けていったりとか、うん、そういうふうな感じですね。はいはい、もともとはその企業の海外進出を応援しておられたけれども、うん、まあ、その企業どうこうということ以前に海外でまあ活躍できる日本人の育成とかモチベーションのアップとか、うん、そういうことをやった方がいいんじゃないかというふうに思って、はい、シンガポールに会社を作られてたと。そうですね。で、はい、そのシンガポールに作る前にシンガポールにちょっと1年ほど住んでたんですけれども、はい、で当然島日本人で、まあビジネスキャリア長いのは東京だったんで、東京に戻って起業する方が経営効率的にはいいんですけれども、はい、そこをあえてシンガポール、別にシンガポールが良かったわけではなくて外でやろうと、はい、でなぜかっていうとやっぱり日本の若者企業に向けて海外だとこういうことをやりたいわけなんで、一回こう外にいた人間がもう一回日本に帰ってみんなで行こうぜっていうよりもですね、外からお前来いよという方がだいぶこうね、宣伝効果あるんじゃないかなっていうね、はい、そういうのであえてリスクは高いんですけども、はい、その外でシンガポールで企業を選んだと、うん、はい、なるほど。いや本当に今ね、学生とかが内向きになっていて海外には行きたくないとか、海外で留学して勉強もしたくないという傾向が強くなっているというふうに言われているんですが、もともとじゃあそれが日本人の気質かっていうとそんなことなくてですね、まあ、言葉を選ばないとまた叩かれますけども、まあ、戦前はですね、日本人はアジア中に出ていったわけですよね。でそこでいろんな社会インフラも作れば、企業も作れば、でそれぞれの地域でネットワークも組んで一緒にやっていけたわけなので、日本人も決してそういう交流ベタだとかコミュニケーションベタだっていうことはないはずで、なんかこのマインドのセットがですね、どうも内向きになっているんではないかと私も個人的に思っているんですが、うん、まあそういう傾向のある中においてシンガポールから、まあ
みんな出てこいよと、一緒にやろうぜっていうふうに呼びかけておられるって、すごく私有意義な活動だなと思って、それでまあ今日も来ていただいてるわけなんですけども、はい、具体的にはどういう呼びかけをされてきたんでしょうか。あのですね、この例えば今年2013年で言いますと、あの黒船っていうイベントをちょっと2回ほどやったんですけど、はい、でこの、まあ、黒船ピッチ東京で、そして黒船ピッチ大阪という形で2回やったんですけど、はい、これ何かっていうとですね、あの、まあ、1854年あの浦賀沖に黒船が来て、まあ、日本が変わったと。この黒船っていうのは日本を変えるこう劇的な変化の、まあ、シンボルみたいなあの言葉ですよね。でそういう劇的なシンボルみたいなものの21世紀版って何なのかっていうのをあの今年の1月考えてたんですけれども、その時考えてた場所がですね、あのシンガポールでアジア中で起業してる仲間が 5,60 人集まるバーベキューの場所だったんですよ、はい、でもうみんなアゲアゲというか、はい、もうモチベーションというかもうやる気満々で、うん、もう明るい未来しか見えない感じで明るく語るわけなんですよね。ということはこのもうこれだけ外に打って出てってやってる若者がいるわけなんで、彼らが、まあ、東京日本に帰って俺はこういうふうにやってんだっていうようなこのプレゼンテーションピッチを放つと、はい、これはまさに現代の黒船なんじゃないかなと、うん、いうので黒船ピッチ東京を3月にやって、はい、350人ぐらい集めて、でこの間の7月25日に黒船ピッチ大阪をやって、はい、また300強集まってですね、もうそこはあれですね、さっき神谷さんおっしゃったように、はい、その平均値として内向きだとか、ねね、海外に行かないっていう話なんですけど、うん、そこに来る若者日本人っていうのはもう熱くって何かしたくって仕方ないんで、はい、なんか平均値とだいぶちょっとずれてるかもしれない。そうでしょうね、うん、そう思います。でも逆にそれぐらいの人もこれぐらいの、ね、数いるんだっていうのは逆に元気つけられるんで、はい、私もやっていて楽しいし、あのパワーもらえますし、はい、来た人もどんどん変わっていくし、うん、加えて黒船ピッチ東京の場合はその350人来た中で、私が把握している限りでもう3人がとあるそのプレゼンテーションした海外の会社の一社にもういきなり転職したいとかですね、はい、この数ヶ月内、はい、そういう動きにもつながっているんで、うん、あのどんどんとやっていきたいかなと、はいはい、ああなるほど、もういきなりそこでこう海外で活躍している方と日本の若者が出会って、も俺も行きたいと言って行ってしまった子もいるというぐらいなんですね。他にはじゃあどういうこうそのイベント、例えば黒船に参加して、うん、なんかやってみたいなと思った若者が、まあ、いきなりその会社に入るって難しいじゃないですか、はい、結構ハードル高いじゃないですか、はい、あのその前の段階ではどういうこの次のアプローチってできるんですか。次のアプローチとしてはですね、はい、まあ、その黒船ピッチっていう、まあ、言葉が結構浸透したんで、はい、そういう何ですか、何かしたい界隈の人たちが、はい、で今度この8月から黒船インキュベーションキャンプっていうのを始めまして、はい、でそれは創業キャンプ、まあ、起業家になりたい人向けですね。だからそのイベントに来てこううかうかした人が何かやりたいってなったけど、でもまだ自分じゃ何もできないとっていうのを人向けに受け皿としてこうキャンプを用意して、はい、でそのキャンプではあの別に、ね、こう対面で会うわけで、あの毎回会う必要なくてですね、たまに対面で会って、普段はこの E メールなりクラウド上のやり取りをして、でたまには例えばこれでなんかインドネシアで何か仕掛けたいんだっていうのであれば、私が、インドネシアを持っているネットワークをマッチングさせて、はい、そのビジネスをこう進めていくような、うん、はい、そういうようなあの受け皿を、まあ、用意してますね、うん、はい、なるほど。ですね、いやそれってすごく私たちも今、私も会社を作って人材育成やってるんですけど、僕はもっと根底の部分、大学生とか20代の子たちにそういう外へ出ていこうっていうモチベーションとか、まあ、できればですよ、外へ出て行ってお金儲けするだけではなくて、行けば外へ出て行って得た情報とか、まあ、お金もそうですけど、また国内にも還元してもらいたいんですよね。やっぱりどうしてもアジアの成長っていうのをどう取り込むかっていうのって課題じゃないですか。そこでやっぱり最終的に人だと思っていて、そこに関わって一緒にアジアの発展に貢献できる人を増やしていかないといけないっていう中で、小林さんと初めて出会ってお話聞いていくと、なんかすごい出口の部分でいろいろな取り組みをされてるなと、僕はどっちかというと入り口でそういうマインドを持った若者をどう教育していくかと、もともと政治家、もともとというかまあ政治家なので、で小学生とか中学生とか見てきてるんですけど、彼らがどうしても受験勉強とかしてる姿を見ると、東大に行かなきゃとか京大に行かなきゃとか、でもそれはいいんですけど、その先にどうすんのとか、そういうビジョンとかまではなくて、
で実際東大生とか京大生とか会ってみても、まあ、東大には入ったものの、うん、次何しましょうみたいな、そうやってなんかこんなに頭いいのにもったいないなという子がたくさんいるので、うん、そういう子たちにこうもっと外があるよとか、もっといろんなチャレンジができるよと、でそれが自分のためだけじゃなくてこう広く社会のために、ね、役立つことなんだよっていう風なマインドをね、セットしていきたいなと思ってるんですけど、うん、なんかその辺は小林さんとも一緒にやっていけるんじゃないかなと。そうですね、はい、まさにそうおっしゃった通りで、まあ、東大生でもどこの大学でも同じなんですけれども、私大学生とかその若者に会うたびに聞くんですよ、はい、やりたいこと何と。そうすると 99% 今それ探してるんですって、はい、帰ってくるんですよ、はい、もうがっくりするんですけれども、うん、そのね、もうそうやっても18年20年生きてきて、はい、やりたいことをまだ探してないっていうね、はい、つまり自分を全然見つめてないわけなんですよ、ね、そうですね、でなぜそうなったかっていうと、目の前にある答案用紙に書き込むことしか学んでこなかったんで、だからその状況っていうのはすごい良くないなと。であと私シンガポールで今インターン生大学生2人雇ってるんですけれども、彼らに、まあ、例えば最初のミッションというかタスクを与えた時にまあ、1時間ぐらい経ってその帰ってきたんですけど、これはこういうふうにやったらいいでしょう、こっちがいいでしょうかっていう、もう答え合わせに来るんですよ、はい、いやそんなやり方は何でもいいよと、ミッションゴールはこれだと、で人に迷惑かけないと、まあ、犯罪層控除量に反しないとか、はい、変なお金を使わない、あれはルートは何でもいいと、はい、このミッションにかけて自分なりのやり方で達成してくれたらいいんだと、まあ、付け返して、まあ、そういうやり取りをしていると、もともとね、いろいろ勉強してきたんで頭はいいんで、やっぱり1ヶ月2ヶ月で人間変わっていくんで、はい、もうそういうこれでいいでしょうかとか、どうしたらいいですかみたいな、ちょっとがっくりくる質問しなくなる、うん、から本当にそういうマインドセットを変えるっていうのが重要だなと、はいはい、思ってますね、うん、それは本当に私もそうだったんですよ。実は学生の頃までは特に漠然と生きてましてね、まあ、親戚も学校の先生してるし先生でいいかなというぐらいのそんな大学前半だったんですけど、俺はいかんなと思って海外に行って、でやっぱり自分の頭で考えるとか自分で情報を取りに行くということを覚えてから人生変わって、まあ、踏み外したのかどうか分かんないですけど政治家に入ったので、うん、私なんかもう原点がそこなんですね、うん、原点がそこなんで、そうですね、だからそういう気づきがやっぱりなるべく早い方がいいですか。そうなんです、そうなんです。で例えば今一個今日、まあアメリカに飛び立つのもその用事なんですけども、はい、ソフトバンクと一緒にやってる、まあ、友達プロジェクトっていうのがあって、はい、それは、岩手宮城福島のですね、震災の被災地3県の高校生をソフトバンクがお金を出して100人今アメリカに3週間送ってるんですよね、はい、まさにその気づきを与えて、うん、未来のリーダーに育てようと、はい、でその最後の3週間の3日間をちょっと私が担当させていただいて、はい、まさに最後の締めくぐりの、うん、さらにこう帰るけしかけみたいなことをやってこようかなと思ってるんですけど、はい、だからもう高校生さらに中学生にもそういうのをやりたいなと思ってますね、うん、いや羨ましいですね。やっぱ本当これからどんどん学校ではなかなかできないことがもう多いので、学校でやれって言ってもできませんから、はい、そうやって民間のねソフトバンクさんとか、はい、いろんな会社がそうやってお金とか知恵を出し合って、はい、そういう機会を作ってくださるような、はい、そういうところにね、どんどんまた小林さんにも活躍していただきたいなと思うんですけども、はいはい、先ほどお話があったその黒船っていうのはまだこれから定期的に国内で、そうですね、予定されてるんですか。はい、日程決まってないですけど、またやりたいなと、はい、あとやってくれないかっていう話もあるんで、はい、やっていきたいなと思ってます。で、加えてその黒船は日本でやるわけなんですけど、はい、それの海外版みたいなものも考えてまして、はい、その名前はザ・ケイオス・エイジャー、はい、ケイオス、カオスですね、カオス、はい、で混乱混沌、混乱混沌のアジアを作り出すイベントっていうのをですね、今仕掛けてまして、はい、今年の11月9、10とやるんですけれども、はい、で場所はまあ今私が住んでるシンガポールで、はい、でなんでシンガポールなのかっていうところで言うと、その黒船確かに暑いとすごい人間集まって盛り上がって面白い、だけどもう全員日本人で日本語で 100% 終わっちゃうんで、まだまだそのね、本当にイノベーションに必要なのはやっぱり多様な経験なので、うん、多様性がちょっと1個足りない、はい、というのでシンガポールでやるともう数十カ国の国籍は容易に集まるので、はい、そこにもう80人ぐらい登壇者呼んで1000人ぐらいの、まあ、これも1000人も数十カ国の人間呼んで、でそこでやろうかなと。で加えて海外だけど別に英語じゃなくていいんです、はい、日本語でも、はい、インドネシア語でも何でもいい、うん、その1000人に伝わって面白いと感じてもらえるものであれば何でもいいんで、はい、言語を問わず年齢問わず、はい、なんか役職問わずで
そういう多様なあの熱いピッチをプレゼンテーションして、はい、そこからいろんな出会いが始まって、うんね、イノベーション、イノベーター生まれないかな、はい、そういうのをちょっと仕掛けたりしてます。はい、11月の9日と10日です ね, 10日ですね、はい、同日です、ね、同日と、はい、案内の動画とかも あると思うので、それはまたこの番組の後に流させていただくということで、はいはいはい、細かい案内とかホームページとかは、ホームページもあります。はい、はい、じゃあはい、そのホームページも動画の最後に、はい、URL あ出てますか。はい、はい、でまたそういったところも、私も11月ちょっとインドの方にですね、視察に行く予定があって、はい、シンガポール経由で行こうかなという話も仲間と出てますので、はい、もしよかったらそこにも参加させていただいて、はい、またその小林さんが作っておられる一つのプラットフォームですね、はい、あの感じさせていただいて、はい、我々もいい刺激を受けたいなというふうに思っていますので、はい、今後ともまたいろいろご協力させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。CGS から公開収録のお知らせです。次回の公開収録は9月8日日曜日午後4時から6時半まで学び場333にて行います。今回からはなんと新番組の公開収録になります。スピーカーはカズヤチャンネルでおなじみのカズヤさん、番組タイトルはよみがえれ終身ということで、江戸の時代から行われてきた日本人の教育、これについてカズヤさんが分かりやすく解説するという番組が新たに始まります。その第1回目の収録を公開で行いたいと思いますので、9月8日お時間の許す方は学び場333にお越しください。よろしくお願いします。